慶応義塾大学2023年理工学部の英語をやっていきたいと思います。日本語要約問題出したり和文英訳出したり、もうすごいよ。本当選択肢の中のさ、一番難しい単語を選べば正解になるやつが多すぎない？英作文ですごい間違えてる。さあ、始まりました。マテチャンネルです。さあ、やっていきましょう。慶応義塾大学2023年理工学部の英語やっていきたいと思います。まあ、難易度の振り幅がすごいというか、ガンとなんかしましたね。はい。コロコロね、出題形式は変わるんですけど、慶応の理工っていうのはね、ここまでガンと変えてくるかっていうのは、思っても見なかったね。まあ、長文のレベル、まあ、第一もそんなでもないですね。まあ、今までとそこまで変わらない。けど、単語のレベルがちょっと上がってるな。正解になるやつのレベルとかが上がって、てか今回の問題さ、選択肢の中のさ、一番難しい単語を選べば正解になるやつが多すぎない？ちょっとそれどうなのって思った。いや、相当多いですよ。選択肢4つ並んでて、あ、これだけ英検1級レベルだなって思ったらそれが正解なんだもん。特に大問2とかそうだよね。難しい単語を選んでいけば正解だもんね。そんなのいいの？つまりは難しい単語のところを空所にしている。言い換えの選択肢、難しいのにしてる。わざとっていうのがもう丸出して。まあすごいよね。日本語要約問題出したり、和文英訳出したり、もうすごいよ、ほんと。はい、じゃあまずはね、難しかった知識でバカバカ解けるやついきましょうか。会話いきます。いつもの通り日吉さんと矢上さんが喋ってます。で、なんか恋人同士がね、離れちゃうっていう話なんですけど、その会話の後に手紙が届くんだよね。最初が talk to you out of ですね。はい、トークの他動詞で使うですね。トーク人 into ing とかっていうので勉強した人いると思うんですけど、トーク人 out of ing もありますね。それをしないようにするっていうことなんで、 convince you not to go ですね。海外に行っちゃうんですよ、矢上さんが。ドクター矢上って呼んでみたいなの言ってたもんね。で、次は head over heels for you。 まあこれは分かんなくても文脈できるよね。あんたのことが好きなのよって言ってるので、 I'm crazy for you。 次もそうです。 to or t とかっていうのも知らないでしょ、こんなの。でも文脈で分かる。だ、ぴったりとかっていうね。で、次 go getter、 これも ambitious person は全然いけるんですよ。文脈でいけるので、難しい表現だけどちゃんと解けるようにできてます。はい、続いて California に着きました、矢上さん。あ、これ絶対メイク来るだろうなと思ったら、やっぱりそうですね。 made it safely ね、引っ掛けに arrive とか言いますけどね。はい、予想通り。で、次は送ってくれるだから see me off ですね。はい、これも簡単。で、 I want to push myself ね、もうやってみたいわけですよ、頑張って。 You talked about me falling in love with some なんとかって言ってますね。これは人に興味を持つって言ってたんで、 this some intellectual 賢いだよね。会話の方に brainiac っていうのが出てるんですよ。だからここ聞いてきたよ、やっぱり。だ、会話にもなんか難しい表現がいっぱい入ってるんですね。あ、brain とマニアックですよ、合体して。で、この賢い人っていうので、あ、通ってこなかったと思ったんだけど、河川引いてこなかったと思ったんだけど、まさかの下の方に会話の内容出てきたっていうね。 my only love interest ですね。はい、で、あなたの次には quantum mechanics だって言ってます。量子力学ですか。で、次は make my mark ね。はい、この成功するってやつだよね、名を上げるやつね。どっかで見たことあるな、どこの問題だったかな。で、次は I'll do some scouting ね。ショッピング選んじゃダメですよ、さすがに、おかしい。 scouting aroundで、次が or sort to settle in ですね。一週間あってこれで落ち着くよみたいなね、よく生活に使う表現です。はい、では大問の1行ってみましょう。まず最初はまあ文法でバンバンいけるので大丈夫だと思いますが、最初が while が入りますね。 initially と in recent years ってこれ対比されてるんで while がいけます。現在完了だけに注目して since とか絶対選んじゃダメですよ。で、次が since Earl has a goal to minimize Pete's pain っていう、これ SV 来てますから残ってるのは since だけですね。こうなのだからって、あのロボットがケアしてあげるってやつですね、人間をね。まあよく出るよね、ロボットのトピックは。で、次が question then becomes ね、間に入る副詞で、4は similarly、 簡単ですね、これもね。 this will be a critical direction っていうのと、 it will be significant to investigate っていうので、まあ難しくないですね。次は動詞の形変えるやつなんで、そんな難くないですね。最初が many areas of robotics are impacted、目的をいないですから、当然受動態。意味で考えたって解けます。ローが repeated attempts。これよく使います。何度も何度もやることね。で、ハは an increasing number of。これめっちゃやるね。英作文ですごい間違えてくる。increased number って書く人すごい多いんだよね。increasing number ですからね。enlarged number は意味がわかんない。拡大された。で、次が given context。与えられたコンテクスト。まあ、これらはできないといけないですね。次、文挿入の問題で、no matter what they do, they are likely to cause humans pain and suffering ですね。このノーマター好きですね。もうこれ3回目だね、出会うの。今年。慶応の経済向いたでしょ、
慶応の将にもいたよね。慶応の理工三つで、今回はまあ they が分かれば OK ですね。they do と they are が robots なんで、それが autonomous robots っていうのが出てきてるのが C の前だけなんで、それで解けちゃう。で、次 XY に入るのは何かって言って、まあこれ文脈ですね。 we will have to thoroughly answer the question で、サイエンスが答えて、次のエンジニアリングの方がね、アルゴリズム作るって書いてあるんで、まあ分かりやすい。続いていつもの要約埋めていくやつね。まあほとんどのものがやっぱり本文見なくても解けちゃうんですけど、まあ若干やっぱり本文読まないと解けないよっていうのが出てる。アカデミックディスプリンズ、はい、領域ですね、学業のね。これもね、一番難しいのを選べば正解で、次がミリタリーですね、攻撃するって言ってるし。で、次はオーバーサイ、管理するやつね。そうだから見落としって意味と管理っていうのでね、トイックでも狙われることあるやつです、これ。で、次はコナンドラムですね。はい。これもまあ、総計ではちょこちょこ出てくる単語ですけどね。でも、理工では難しいよね。まあ、まさに難問って意味ですから。次、プロトコルは、まあ、これ日本語でも最近プロトコルって言うからね。で、次、人間のパーミッションですね。で、次がコンパッション。エンパシーって本文では出てたね。で、次がニュー。これね、本文読んでる時にこう狙われるだろうなと思った。ネイサンが出てるんで、初期のってやつね。これね、何回か問われたことあるんですよ。で、次は切り抜ける、だからナビゲートだね。アボイドとか選んじゃダメだよ。で、次、ハーム。ね。ポテンシャルハーム、デイマイドゥですね。ドゥーハームってね。で、次、大問2。これも難しい単語を選んでいくね。タクティカルだから、タクティクスとか言うかね、ストラティジック。で、次が conjecture、 はい、出ましたね。anticipate の言い換えね。expect とかじゃないんですよ、こういう難しい単語。で、次は conscious なんで deliberate、 意図的なんですよね。 spontaneous は逆です。で、次は truth、 出たよこれ。パクトね、パクトオフピース、休戦とかさ、こんなの出んだなって思った。で、次が空所法則、 prophecies ね。これ S でも書くんだね。 C のイメージだったけど、 prophecies って予言とかのやつでさ。で、次が juxtaposing ね。はい、こんなのさ、知らんでしょ。 with ちゃんとついてたから、あ、来たなみたいなね。こう並列するわけですよ。だから A with B の形取るんで、あ、来たっていう感じ。また離れてたしね、 A with B も。まあ、ジャクスタポジションっていうのはまあ確かに見かけることはあるんですね、普段読んでればね。で、次はバナーでしょ。まあ英検一級なんかでも問われるやつね。平凡なとかってやつで、ボーリング、アンインテレスティングと並んでるからね。自分はくれてるから解けるけど、いや、むずいっしょ。次が Go Beyond ですから。はい、まあこれは簡単でしたね。で、内容1はまあちゃんと読めてればって感じかな、4-5で。ただまあ内容自体がむずいからね。で、それぞれの人たちのやつだっけ、81549だかなんだか、これはまあそれぞれの人の場所をちゃんと見て答えを出せば OK ですけど、まだ内容がむずいからね、読んでいくのが大変だったと思うね。続いて要約問題だね。これ90から110ってだいぶ長いんですよ。この短さでそんなに書くんだっていうので、なんでサイエンティストたちっていうのは自分たちのね、そのやってることに興味があるんだっていうので、その内容だけ書いてもダメなんですよね。字数が足りなさすぎるよね。だ、そのサーチっていうのが究極的にね、何か新しい、みんな知られてなかったことをさ、知るっていうとこだけ言っちゃいけないんだよね。ホールネスとかさ、こういうことを分かりたいって、だから短い要約だったらその分かりたいってとこだけ書けばいいんですけど、長いんでこうじゃないを入れなきゃいけないよね。だからなんかパズル解くみたいにさ、ただ喜びのためだけにやってんじゃないよっていうとこ入れなきゃいけないよね。自然のね、原理みたいなのをちゃんと解き明かして、こう全体性みたいなのをね、見出すんだっていうとこだけかと思いきや、喜びのためじゃないよっていうのを入れなきゃいけない。はい、次はまあ和文訳、わざわざこの文章にする必要がないでしょと思ったけどね。もったいないよ、ただ聞きたかったのかな、残念だみたいなので行けばいいんじゃない。コメント来てたんだけど、 It is pity じゃダメですよ。 It is a pity ですね。 What a shame、 What a pity、 必ず I 入れて覚えてください。はい、まあそこぐらいかな。まあ、それ以外はまあ各予備校は多分出すので問題なくチェックできると思います。はい、まあ難しかったね。一気にレベルが上がったという感じだったので、非常に苦戦した人が多かったと思います。本当にこれ受けたかった、お疲れ様でした。慶応のね、理工っていうのはやっぱり傾向が変わりやすい、いろんなのやってくるっていうね、いきなりことわざ出したりとかさっていうのはあったんですけど、ここまでやっぱり一気にガンとなんかしたのは見たことがなかったんで、むっちゃ簡単だったしね、昔の慶応の理工の英語なんて。本気出してきたなっていう感じだと思いますね。これ慶商の方が簡単だったよね、ということでした。はい、ぜひ受けた皆様ね、感想をお聞かせください。理工は数学とか理科だけじゃなくて、英語もできるような理工な人を求めてるのかな。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。